フルモッフルは日本で生まれた焼き菓子の一つ。餅をワッフル型に挟んで焼き上げたもので、餅とワッフルを合わせてモッフルと命名された。外側はサクサク、中はもっちりという食感が評判となり、2007年頃から流行を始め、店売りされるほか、専用のモッフルメーカーも市販されるようになった。餅の特性上、食べ応えがあって腹餅も良く。 比較的カロリーも低いことから人気を呼んでいる。餅という多くの食材に合う素材を使用しているため、単独で食されるのみならず、様々な応用例がある。ワッフルと同様にジャムやバター、アイスクリーム、ホイップクリーム、メープルシロップなどを乗せたり、フルーツを添えて食べるような菓子、デザート的な食べ方や、パンの代わりにハムソーセージ、ハンバーグ、トンカツ、コロッケ等を、 挟み込んで焼くなど、サンドイッチやハンバーガー的な食べ方にも合う。また、本来は、ご飯のおかずとなる魚料理や、たくあんつけザーサイ、塩辛まで挟み込めるなど、同様に様々な応用料理を持つ食パン、ベーグルやパニーノなどと比べても遜色ない。モッフルの名称は、サンエイコーポレーションが商標権を保有していたが、存続期間満了となっている。ありがとうございます。